MWC2023 で発表されたばっかりのオナーマジック5プロを触ってみます。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根敦です。 MWC2023 のオナーブースに来ていますが、早速ですね、発表されたばかりのオナーマジック5プロを触っています。まあオナーはね、とにかくカメラがいいんですよね。今回のマジック5プロのこのカメラデザイン、3つの円をね、三角形に並べるというデザインですかね。このカメラ周りのカーブに特徴があるんですね。バルセロナからインスパイアされたそうですが、いや非常にね上品です。まあ質感はね非常にいいです。マットで指紋の跡は全くつきません。あとはね、側面とか底面とかそのあたりのデザインは、まあこれはもう標準的なものでしょう。フロントカメラはデュアルになってますね。さあ設定の方で、まあ、ディスプレイの方、この辺りはね、まあハイレゾですけども、リフレッシュレートとかも手動自動が自在というところですね。あとアバウト方見てみましょう。まあこんな感じですね。さあ次にカメラ、カメラを起動します。カメラの方はまあね、5000万画素クラス3つもしてるんで、0.5、1、3.5、10とね来ています。まあデジタルはね100倍までいきますね。ビデオの方も同様ですね。 0.6、1、4、10と来てますね。あとはプロモードがあり、モアの方でハイレゾモードありますね。ハイレゾモード、まあ5000万画素というのは 0.5、1、3.5 になってますね。まあオナーマジック5プロはね、もうカメラフォンとして最高峰の地位は約束されたかのような、まあ、本当にいいカメラを搭載しています。まあね、質感がいいのは最高ですね。高級感あります。そんなわけで、日本には出てきませんけどもね、グローバルでオーナーのねブランド力を上げる端末になってくれるのではないでしょうか。では失礼します。